今回もボリューミーですね。ボリューミーですね。そうですね。今回は TBS 銀座で行われるイベント個展のお知らせですね。はい。5月21日の土曜日から5月29日の日曜日まで、ソリッドデザインさんが銀座にてイベント開催していただけるということで、はい。こちら5月21日土曜日の12時からスタートさせていただきたいと思います。はい。で、5月29日の日曜日までの間、はい。すべてのお日にちが12時からスタートになりますので、全日にちですね。はい。12時スタートの19時終了という形を取らさせていただきます。イベント個展というところでもちろん作品の購入も可能なんですけども、はいはい、SD ワックスの実演もですね、うん、日時を決めて行っていただけるということで、すごいっすね。 SD ワックスを生で教わることが見ることができますよと、うん、いうことですね。まるでオタク社長の動画のような、そう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 、はい、あんな感じが再現、あ、はい、されると、それはすごいですね、はい、そして、はい、まあ、ソフビ作品と、うん、SD ワックスのこうスターターキットとして、はい、ビギナーとプロ、この2つがありまして、はいはい、実際に購入できて、うん、家で SD ワックスを楽しむこともできますし、うん、このスターターキットを購入していただけた方にですね、はい、SD ワックスのブロック、はいはいはい、を1つプレゼントですとか、おプラスで1つプレゼントですとか、もともと1個ついてる中で、でさらにもう1個、さらにブロックがもう1個前、おとか、はい、10分間のレクチャーを直接受けることができると、うーん、おさむらさんにですね、おさむらさんから直接受けることができると、おそういった形で、うん、ソリッドデザインさんならではのイベント個展を開催させていただきたいと思います。はい、ソフビを作る作家様もソフビ作りに興味がありますよという方も、うん、ぜひですねこの緑の塊のブロックをですね、はい、体験していただければと思います。いやいやいや、ソフ研でもあのお世話になってるソリッドデザインさんがついに登場ですね。はい、はい、まあ、こういったイベントで、うん、あの T シャツだったりとか、はい、イラストとかが一緒にこう並ぶっていうのは、まあ、今まであったんですけども、はい、やっぱりこのワックスが買えるっていう、そうですね、ところは、はい、やっぱりこの長野さんならではの、そうですね、イベントですよね。はい、しかも教えてもらえるだなんてこうすごいなと。そうですね、はい、まあ、今回モリモリのご紹介なので、はい、この動画の最後にはイベントのまとめという形であの制作させていただきましたので、ぜひ最後まで見ていっていただければと思います。はい、今回展示や販売する作品、そして SD ワックスの実演日、そして各購入特典を順にご紹介していきたいと思います。はい、まずはですね、はいはい、展示や販売する作品といったところなんですけども、うん、はい、ソリッドデザインさんといえばですね、装備の世界のすごい人でも紹介させていただきまして、その世界観をフューチャーした内容に関してはそちらの動画を見ていただければと思うんですけども、はい、代表のおさむらさんは現役バリバリの造形師ということで、造形のプロなんですよね。はい、そんなおさむらさんが手掛けられた作品も展示させていただきますし、シルバーアクセサリーなんかも販売させていただきたいなと思っております。なるほど、まああれですよね、ソリッドデザインさんといえば、はい、まあ、オリジナルのこのおしゃれな、はい、センスあふれるアクセサリーですよね。そうですね、はい、まあ、このアクセサリー、公式のオンラインショップですねの方でもたくさん並んでますんで、はい、そちらの方もぜひ見てみていただければと思います。はい、まあ、シルバーアクセサリーのものもあれば、はい、他の素材でできたものもあれば、まあ、要は様々ですね。うん、そして、はい、ソフビに関しては、うん、もうおなじみのアボコですね。これまでのカラーシリーズですとかイベント限定カラーが登場してきます。はい、そしてそのイベント限定カラーがこちらになるんですけどね、うん、スチームパンクカラーと、いいっすね、はい、いう形になりますね。やっぱりアボコといえばテストマスクのアボコもラインナップされてるっていうことで、やっぱりこのスチームパンクカラーっていうのはすごい相性がいいですね。いいですね、はい、でちょうどこのアボコ、まあ、アボガドのなんですか、売れた感じの濃いめな色合いとテーマがすごく合ってて、それはまたそこでいいなっていうところと、やっぱこの小物使いといいますか、はい、目の部分に、方位磁石が埋め込まれてるっていうところですね。まあ、こういった細かなデザインのプラスが、うん、よりこのスチームパンク感というのを引き立ててかっこいいなと思います。かっこいいですよね。はい、活
硬めだけっていうのもね、まあ、かっこいいですね。そうですね、いいですよね。いいですよね。そしてアボコといえばこの後頭部のピンズがポイントなんですけども、うん、はい、今回のスチームパンクカラー、まあ、限定のものは、うん、あのいぶしがかかってるんですね、さらにここに、うん、まあ、このいぶしが入ることでよりこう渋くかっこよく仕上がってますね。そうですね、はい、またこの裏にあるサンプルなのであのシールが貼ってあるんですけど、あ、こちらはこのシールとは違ったスチームパンクバージョンのシールが貼られると。おお、これだけのために限定の。そうです、そうです。おー、すごい、はい、なので全てがですね、イベント限定カラー仕様という形で登場してきますと。これいいな、かっこいいな。かっこいいですね。今回のスチームパンクバージョンは、はい、こちらケロルもですね、はい、あのセット販売という形になりますので、はい、方位磁石をが入ってますね。入ってますね、はい。そして、はい、SD ワックスと、うん、出ましたね、はい。まあ、YouTube のソフケンでもおなじみの、はい、SD ワックスですね、はい。まあ、長村さんがあの自らこの開発と販売をしてるっていうことですよね、はいはい。今回 SD ワックス関係は、うん、スターターキットプロ、まあ、プロと同じ工具を使って制作しようみたいなね。もう裏に書いてある、裏に書いてあるとか、スターターキットビギナーですね、はい。ビギナーは最初にこう取り掛かるにはもってこい の、うんうん、あのセットという感じですね。うん、そして各 SD ワックス単品が5種類ありますよと。このブロックですね、はいはい、あの5種類である。特大プレートだったりとか長方形だったりとかっていうブロックとか、はい、プレートがあの各5種類ありますよと、はい、たくさん使われる人とか、はい、っていうのはプラスでご購入ができますよっていう感じですね。なるほど。この SD ワックスっていうのは本当造形の概念がこう変わりますよね、うん、ワックスからもう形を作っていくっていう。そうですね、そうですね。プロとビギナー、ビギナーで中身が違うんですね。そうですね、うん、やっぱ入ってる道具の種類とかも違うんで、はい、まあ、ただどちらを購入されても取り掛かることはできますね。作れる、作れる、うん、はい。まあ、イベントでもその中身っていうのは確認できますし、はい、なんかこう SD ワックスの基礎と工具の解説説明書付きっていうのがプロについてるので、はいはい、この中身がマル秘テクニック収録とか書いてあるんで、うんうん、実際僕も見てはないんですけど、ああ、まあ、結構面白い作りになってますね。これすごい気になってました。そうですよね。マル秘って書いてありますね。いろいろやっぱりテクニックがあるんですよね。ソフケンの動画でも、うん、うわこんな風にやるんだっていう、そういう、はいはい、なんかいろんな技とかで、うん、うわすげえなーっていつもあの見てるんですけど、はい、これはまたぜひ中身が見たいですね。そうですね。はい。じゃあプロにしかついてます、ね。プロにしかついてますね。はい。そして特典なんですけども、はいはい、SD ワックスのスターターキットプロもしくはビギナーですね、はい、うん、こちらお買い上げの方にスタンダードブロックを1個プレゼントと。これですね、これはですね僕ので。ああ、そうですか。これか、これかな、それが、あ、これ盛り付け用だな。あ、これだ、これだ、これが盛り付ける盛り付け用のこの丸いやつで、はい、こっちがスタンダードブロックでこの四角い、盛り付け用と造形用とかあるけどね、はい、これは1個もらえるとすごっ、はい、プレゼント。ああ、それはもうイベントならではのお得な。そうですね、はい。そして SD ワックスの実演日と、はい、これはイベント期間中ずっとではなくて、うんうんうん、日にちと時間が決まってるので、はい、それが5月21日土曜日の14時から17時、はい、そして5月28日土曜日の14時から17時と、この2日間ですね、はい、両方とも土曜日、土曜日ですね、はいはい。そしてその実演日の特典ということなんですけども、こちらスターターキットのプロとビギナー、もしくはビギナーをご購入された人にスタンダードブロックを1個プレゼント、うん、こちらは先ほどと同じですね、はい、実演日に購入されても実演日じゃない日に購入されてもスタンダードブロックがついてきますよと、うん、実演日の購入特典に関してもう1個ありまして、うん、購入先着10名様に、うん、長村プロによる SD ワックスの基礎などを10分間のレクチャーがついてくるんですね。いや贅沢、ここがすごいですね。すごいっすね、はい。なので先着10名様のレクチャーを受け
たい方へ整理券を配って、うん、この14時からの実演にお越しいただくという形になりますね。なので多分1対1でレクチャーを受け入れて、その実演をこう周りの方が見れるっていうような、はい、この10分間のはマンツーマンで教えてもらえるよという感じだと思いますので、はい、この SD ワックスにせよソフビにしても発売日は前日12時からの発売となりますので、よろしくお願いします。あ、ぜひぜひお願いします。という形でですね、はい、ぜひ SD ワックスを一回ちょっといじってもらいたいですね、うん、そうですね、はい、変わってみてほしい、はいはい、ソフケン動画見ててもそうなんですけど、うん、やっぱり長村さん教え方がむちゃくちゃ、うん、やっぱりうまいなって、はい、先生されてるだけある、うん、先生もされてますね、うん、あって10分ってなんか短そうに感じですけど、はい、めちゃくちゃ濃厚な10分になるんじゃないかなと。はいはい、なのでまずは購入してレクチャーを受けて、はい、で家に帰って試して、はい、そして即見を見るとそうですねこの流れで、はい、決まりです。バッチリですね、はいはい、ということで、はい、最後にまとめさせていただきたいと思います、はい、TBS 銀座にて5月21日の土曜日から5月29日の日曜日まで、はい、ソリッドデザインさんの個展兼イベントをですね、はい、開催させていただきたいと思います。すべ、はい、てのお日にち12時からスタートで19時終了という形です。そして展示作品、こちらに関してはこれまで長村さんが手掛けられたおもちゃも展示していただけるということと、制作風景の写真とかですね、そういったところが展示していただけるという形です。そして購入可能作品に関しては、はい、まあソフビはもちろんのこと、うん、アクセサリーやピンズやキャンドルといったような形で、うん、実際に購入もできますよ、はい、そして SD ワックスのプロとビギナーとブロック、各ブロックですね、うん、こちらも購入ができますと。そして長村プロによる SD ワックスの実演日に関しては5月21日の土曜日の14時から17時、5月28日の土曜日の14時から17時と。そしてイベント期間中もしくはその実演日にスターターキットプロもしくはビギナーを購入された方にはスタンダードブロックを1つプレゼントと。なおかつ実演日にスターターキットをご購入された方には長村プロによる10分間のレクチャー付きという形ですよね。先着10名様10名様、はい、ということで、はい、駆け足でのご紹介だったんですけども、はい、また整理させていただいたものに関しては、はい、TBS 銀座のツイッターの方からですね、プラスインスタグラムの方から、はい、ご案内をさせていただきたいなと思いますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい、本当にソリッドデザイン様の世界観をですね十二分に堪能できるイベントになると思います。はい、そして SD ワックスですね、これは実際に体験もできるっていう部分でかなり貴重なイベントになると思いますので、はい、ぜひこの機会に銀座というお立ち寄りいただければと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。